私たちの演奏を最後までお楽しみください。最初にお送りした曲は乱太郎、きり丸、しんべヱといった忍者の卵たちが活躍するテレビアニメ忍たま乱太郎の主題歌勇気 100% でした。次にお送りする曲は今年3月8日に劇場版4作目が公開され話題となったアニメーション作品新世紀エヴァンゲリオンの主題歌から残酷な天使のテーゼをお送りします。新世紀エヴァンゲリオンはアニメ放送当時社会現象を巻き起こすほどの名作でありその主題歌である残酷な天使のテーゼは平成カラオケランキング第1位を獲得した名曲でもあります。それではお聴きください。残酷な天使のテーゼ。演奏式は河野重盛学長です。
は毎週土曜日午後5時から放送している国民的アニメで、22世紀からやってきた青くて丸くて、おー聞こえたね今ね、お腹に4次元ポケットを持っている、そうですね、ありがとうございます。ここまで言えば皆さんもお分かりですよね。皆さんよくご存知のドラえもんを演奏します。星野源さんが作詞作曲したこの曲は、ドド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 ラえもんという、一度耳にしたら忘れられない歌詞が特徴的ですよね。感想には、昔ドラえもんを見ていた大人の方にもおなじみの懐かしいフレーズが組み込まれており、大人から子供まで親しみやすい、令和という新しい時代でも愛され続けるテーマ曲となっています。曲を知っている方は手拍子ももちろん大歓迎ですので、一緒に盛り上がってまいりましょう。それではお聴きください。ドラえもんです。